こんにちは、ヤガミです。今日は5月の29日の月曜日です。ということで、さっきの続き、夜飯食いに行ったでしょう。もうとりあえず昨日めっちゃ飲んでさ、俺すごい、そういう機会あんまりないからさ、すごい飲んで、そのなんか夜の飯んとこがパーティーが終わってからもまた飲み行ってさ、久しぶりに飲みすぎた、なんかそんな感じです。だからちょっとさ、二日酔いみたいになっとるもんで、あのぼーっとしとるけどさ、ちょっと治ってきた、動いとったら。とりあえず今から飯食いに行って、もう飯ばっか食っとるでしょ。昼飯食って元気になろうかな。肉食いて、肉ブロンコビリー行こうかな。まあそんな感じで今から吹き上げに向かっていくんですけども、なんか昼休みでしょ多分、12時半とかって。今行っても行かんで、ブロンコビリー行こう。でもどこにブロンコビリーあるかわからん。これ金山だけど、金山の近くにあったっけな。まあほんで、まあ飯の話ばっかだけど、昨日夜さ、そのホテルに飯食いに行ったでしょ。で、何、結婚式のさ料理とかってめちゃくちゃうまいじゃん。なんかその時にしか食えんようなもん出してくるじゃん。ほんで俺そういうのがさ、ああいうのってどうやって食べるのっていう話をしとってさ、じゃあやっぱ結婚式じゃないですかみたいな。でも結婚式なんてもう俺の周りで結婚するやつなんておらんしさ、そのもうみんなしとるで、結婚式に行く機会なんてもうほぼないだろうと思って、ってことはもう一生ああいう料理は食えんのかと思ってたわけ。そしたらさ、去年さディナーショー行ったでしょ、アスカので。その時にさ、あ出たと思って、あるやんってなったわけ。このディナーショーでディナーがさ、その結婚式の料理みたいなやつが順番に運ばれてきてさ、パンいりますかみたいな、パンくださいみたいなやつ食べたわけ。だけどディナーショーの時はさ、なんかそんな大したなんか軽いやつだったわけ。なんか3品か4品ぐらいしか出てこんから、そんな、まあ結婚式のボリュームはないけど、でもちょっとそれっぽい感じみたいなだったわけ。ほんならさ、あの今回さ、その去年の夏にさ知り合った方がさ、誕生日パーティーをやるっつって、でその誕生日パーティーで行ったわけ昨日ね。ほんならさ、なんじゃこれと思ったんだけど、俺まずさホテル行くでしょ、200人ぐらいおるわけ。すっごいでっかい会場で、まあ円卓でさ、円卓で一択7人から10人ぐらいでしょ。それがもうめちゃくちゃあるわけ、円卓が広いとこで。ちょっと待って、こんなんなん誕生日パーティーってって思うじゃん。ほんでさ、俺そういうの行くの初めてだったんだけど、こう客層見とるとどう考えても金持ちなわけですよ、みんな。だって前のさ、社長の集まりじゃないけどさ、なんかすごいいい腕時計しとったりとかさ、もうなんか何、もうなんかすごいわけ、雰囲気に飲まれちゃう、そのお客さんの種類見とるとぐらいの感じだったわけ。へーと思って。でさ、まあ大体一人さ、まあ席によって違うんだけど、 VIP となんかノーマルとってあるけど、ノーマルで一人1万3000円ぐらいなわけで、 VIP だと3万円ぐらいなわけ。いやいや、これ席どう考えても、これ考え、あの計算しても500万600万は普通に動いとるわなっていうレベルの誕生日会なわけ。すごいでしょ。まずそこに驚いた。俺誕生日会でこんなになるんだと思って。でまあその方はその芸人さんなんで、まあ芸をやるでしょう。でこうその会場を回るでしょう。そしたらさ、何これバブルですかみたいな、そのおひねりみたいなあるじゃん、1万円札、1万円札ボッコボッコ飛んどるわけ。何これと思って。ですごいお金抱えて歩きながらさ、歌ってさ、こう戻ってったわけ。俺衝撃ですよマジで。このパーティーでもう本当に5、600万は動いとる上に、こうなんか歌って歩いたらこんなもらえんのみたいな。俺マジで演歌歌手になろうかなって思った。
あんなさ、なんかちょっとなんとかリリース記念パーティーとかさ、なんとか俺の誕生日パーティーとかやってさ、ほんでそういうちょっとお金持っとる人たちのさ、人脈さえあればさ、あの来てくださいよっつって、でみんなを酔っ払わしてさ、ほんでなんか歌ってさ、みんなのとこ歩いたらさ、あんなもらえるんでしょう。だから俺やっぱりさ、俺が知らん世界ってまだまだあるなってめちゃくちゃ思ったわ。こうなんかそれこそ今資金繰りおじさんでさ、いやなんか30万円足りないんですよとかでしょっぽいこと言っとるでしょ今。あんなのさやれたらさ、あのもん歌って一曲歌って歩いてたら30万円ぐらいになるよ本当にって思った。びっくりした本当に。あの昔のイメージだった、あのそういう景気がいい感じって。だけどあのそういう世界ってあるんだなと思って。でそれもやっぱりさ、人種だわ人種。その例えば俺がどっか居酒屋行った時の人種ってあるじゃん。なんか、ま、周りの人たちの感じって、あどういう人がいっぱいおるなって、お店によって違うでしょ。で居酒屋行ったらサラリーマンとかさ、学生とかさ、ウェーイとかやっとるがん普通に。だけど違うもん、なんか人種が。そのパーティー、ホテルで飯食うような人たちとか、パーティーに参加する人って、まずさ身なりだってさ、その男の人はスーツだし、女の人はなんかちょっと綺麗な服着とるしさ、ほんで何その食っとるもんもさ、俺らの昨日もその飯さどんなんなんだろうと思って行ったけど、食ったことないさ、何あれ、あのなんていう名前の料理ですかみたいな、いやなんならこれどうやって食うんですかみたいなやつとか出てくるでしょ。そういうもん食っとんだねやっぱああいう人たちはと思ってさ。だからちょっと住んどる場所が違うわけで、その世界に入りたいとは思わんけど、あのそういう世界でも通用するその知識だったりとかトーク力だったりとかそのは身につけたいなってすごい思ったよね。だからさ、本当に勉強になった。なんかなんなんだあれ、あの食いもんって、なんかぐちょぐちょのさなんかにじゃことさ、カニとさ、なんかさぐちょぐちょのやつがさ丸いプリンみたいな形になっとってさ、でそれをさフォークとナイフで食えって出てくるわけ、まず一番最初の料理で。みんななんかお上品にさそれを上手に食べとるわけ、ピンって乗せてナイフで。俺それができんもんで、もういいやんつって、もうナイフなんてこう切るもんじゃないしと思ってぐちょぐちょだしさ、普通にフォークですくって食べとったわけ。だからやっぱりもうそれぐらいから違うなと思って、人種が。あんなナイフうまく使える人種にならんと、まあああいう風には稼げんのかもしれんけども、まあ、とにかく世界が違った。だからちょっと俺も飲んでさいっぱいすごい楽しかったんだけど、今日なってみたらさ、昨日のやつめっちゃ楽しかったやんと思って、もう一回なんかああいうなんか誰か誕生日パーティー誘ってくれんかなと思って、でああいうとこ行ってまあ何人かこう喋ったりとかして知り合いになっていけばさ、またなんかそういう誕生日パーティーに誘ってもらえる機会が増えるかもしれんでしょう。だから結局そのどういう世界で人脈を広めていくかっていうのはすごく大事で、それは学生の時に友達になった学生はさ、その時はもう学生でしょう、だから学生の集まりでしょう。ほんでなんか何この間の社長の集まりみたいなやつで知り合った人は社長だからさ、社長でしょうみたいな。なんかどういうとこへ行くかとか、どういうレベルのとこに行くかっていうのは、これちょっと背伸びしてでもワンランクツーランク高いさ、あのそういう集まりへ行くのってめっちゃ大事だなと思った。まあ背伸び死んでもいいけど、そこでなんかペーペーキャラを確立できればさ可愛がってもらえるかもわからんし、まあどういう風にそういう輪に入るかっていうのはまた話は別として、とにかくもう異次元の世界があるっていうことを昨日はさ体験してきたわ。もうちょっと本当に飲みすぎてあれだけど、もういい感じだよいい感じ。そのすっごい
このさ、前日に飲みすぎた感じも久しぶりだし、もうコロナ禍になってからそんな飲みに行くことあんまなかったからさ、本当にすっげえ楽しかったわ。やっぱこれありだな、飲むとか、あと新しい世界に足を踏み入れるとか。まあそんな感じで、な、誰かホテルで、ディナーショーじゃねえわ。誕生日会やる人いたら呼んでください。あら、結婚式でもいいけど。結婚式行く機会はもうないわな。そんな感じで昨日はそういうとこへ行ってきました。どっかブロンコビリーねえかな、本当に。もうなんか、酒がちょっと残ってる感じがするから、もう肉食いて、肉。なんかちょっとブロンコビリー探して、今からちょっとセーフティーネットのとこ行って、頑張っていきたいと思います。そんな感じで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。